皆さんこんにちは円満相続税理士法人の立花です今日のテーマはこちら相続の基本の期法定相続人と法定相続分ということでですね今回の動画では相続の基本中の基本なんですけれども大切なポイント法定相続人と法定相続分の解説をしていきたいと思います家族みんなで円満相続それでは早速中に入っていきましょう まず人が亡くなってしまった時にはですねこの遺産をどのように分けていくかこの遺産分割には大きく二つのルールがありますので一緒に見ていきますまずこのルールはですね遺言書これがある場合のルールとない場合のルールこの二つに大きく分かれていきますで、遺言書がある場合については遺言書の通りに遺産を分けていくこれが大原則です で一方で遺言書がない場合についてはですね遺産分割協議といって相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めていくことになりますそれで今日のテーマであるですねこの法定相続人と呼ばれる人この人だけが今から紹介していくですねこの遺産分割協議というものに参加していいんですでは誰が相続人になっていくかこれ確認していきましょうで例えばです 今回ですね、この黄色く丸で塗られているこの方が亡くなってしまったときに、一体相続人は誰になるか確認していきます。で、まず一番最初にですね、配偶者、このご主人ですね。配偶者は必ず相続人になっていきます。そしてこの夫婦に子供がいる場合、まあ、今回のケースで言うと3人子供がいますね。で、この場合には子供こちらも相続人になっていきます。 こここでですねこの相続人のことを第一順位の相続人という言い方をしていくんですけれどもこここに2分の1とございますすれですね多くの方、聞いたことあると思うんですけれどもこの遺産の分け方は配偶者が2分の1子どもが2分の1で子どもが複数いる場合この2分の1をさらにこうです、ねえー、均等に割っていくんですけれどもこの割合のことをこれ法定相続分という言い方をしていきます。 ただです、ね、これ、すごく大切なんですけれども法定相続分とはです、ね、分け方の目安として国が定めているものなんです。なのでここ大変誤解している方多いんですけれども法定相続分通りに遺産を分けなきゃいけないという割合じゃないんでですあくまで目安としてて定めている割合なんです。 でそれが配偶者が二分の一、そして子供たちが二分の一。まあ今回のケースでいうと子供が3人いますので、6分の1ずつの法定相続分を3人が持っていると、まあ、こんな形になっていきます。ではですね、もしもこの方々に子供がいなかったらどうなるでしょう。で子供がいなかった場合にはですね、配偶者とこちらですね直系尊属、つまりですね父親母親 こういった方々が相続人になっていきますで、この場合の法定相続分は直系存続が3分の1配偶者が3分の2という割合になっていきますではですねお父さんお母さんもすでに亡くなってしまってますよと言った場合どうなるかこの場合にはこの亡くなってしまった人の配偶者とはいこちらですね、えー、兄弟姉妹兄弟姉妹ですねこの方々が相続人になっていきます 姉妹の法定相続分は4分の1えこの場合、配偶者が4分の3の法定相続分を持つことになりますとこのようにですねこの家族構成によって誰が相続人になっていくかっていったことはもうこれ法律でガチガチに決められていますのでえこう自由に決められるものではないんですでは、ですねこういったケースどううでしょう例えば相続人であるですね子どもが先に亡くなってしまっているようなケースでこの場合についてはですねこの子どもにさらに子ども 孫ですがいる場合はですねこのお孫さんたちも相続人になっていきますで、こういったことをですねこれ代衆相続と言いまして相続人が先に亡くなっている場合にはその子供が相続人となっていきますで、他にもですね家族構成によって様々ですね本当にいろんな ケースが相続人あるんですけれども、まあ、例えば養子縁組をしていますよといった場合についてはその養子も相続人になっていきますし、まあ、珍しいケースではあると思うんですけれども、まあ、例えばお腹に赤ちゃんがいますよ、えー、胎児にも相続する権利がございます。とこのようにですね誰が相続人になってどのくらいの法定相続分があるかということは今後の相続考えていく上で非常に重要になっていきますので、まあ、ぜひとも皆さんしっかり確認をしていただければと思います。 それでは続けて見ていきましょう。でではここで皆様にちょっとししたクイズを出していきます例えばですねお父様が亡くなってしまって相続人はお母さんと子ども2人いるんですけれどもこのご家族みんなで話し合いをしましてですね将来的な相続税対策も考えて遺産は孫たちにも相続させましょうよとこんな話し合いが決まったとします。えー、問題何かとというと 相続人全員が同意をすれば相続人以外の人にも遺産を相続させることができるるでしょうか×罰でしょうかぜひ皆様考えていただければと思います。 で考えている間にちょっとだけ私たちの事務所のご紹介をさせてください、えー、私たち円満相続税理士法人は東京と大阪にあるですね相続税を専門にしている税理士事務所でございます、えー、ぜひですねお問い合わせ、えー、ご相談のご予約はですね概要欄にホームページのリンクありますのでそちらからお願いいたします またですね円満相続塾というプロ向けのですねこの相続税を網羅的に学べるスクールを運営していたりですとかあと現在ですねスタッフ大募集中ですのでもし働きたいぞっていう方はですねこちらからご応募いただければと思いますまたおかげさまで累計10万部を突破しましたぶっちゃけ相続の改訂版が発売になりましたのでぜひこちらもですね書店でお手に取っていただければ嬉しいです そし LINE 公式アカウントに登録していただくとお得な情報を配信していますのでぜひともこの機会によろしくお願いいたします。ということでクイズこちらどうだったかということですね将来的な相続税対策考えてですね孫に飛ばしちゃいましょうとこういったことはできるのかということなんですけれども答えははいダメなんですね、これは×でございます。 え正解は×で、えー、相続人全員が同意をしてもです、えー、相続人以外の人に遺産を相続させるということはできないんです。ということですねここも結構いろんな方が間違えていくポイントになりますので、まあ、相続というのはあくまで法定相続人じゃないとこれはできないということをささえておいいください、えー、本日最後にお伝えしていくのは相続人以外の人に財産を渡す方法ということでですねご紹介をしていくんですけれども、えー、例えばです、えー、遺言書。 を作っておけばです相続人以外の方にも遺産を渡すことが可能ですそして生前贈与遺産をですねこの自分が亡くなってしまう前に渡しておくこの方法でも渡すことは可能ですあとは生命保険の受取人に指定をしておく方法ですとか相続してから贈与をするというこんな方法もあります いずれにしてもですねこの亡くなってしまう前に色々ですね小手はずを整えておかないと相続人ではない人に遺産を渡していくっていうことはできませんのでこちらも、もしそういったことをご希望の方はですね早めに対策をしていただくことをお勧めいたします。ということで今回は相続の基本の木法定相続人と法定相続分についてお伝えをしていきました。 この動画が役に立ったと思っていただけましたらですね高評価とチャンネル登録していただければ大変嬉しいですご清聴ありがとうございました一番の税金対策をご存知ですか相続税は税金の中で唯一税理士の腕によって納税額が大きく変わる税金です相続税の税務調査は5件に1件の割合で行われ一度調査に選ばれると 87%の確率で追徴課税になりますこういった相続に関する問題を私たち円満相続税理士法人が解決いたします国税 OB との連携や日々の研究豊富な知識や経験を活かし最大限の節税にこだわった相続税申告書を作成します私たちが手掛ける相続税申告は書面添付制度を標準装備しているため 税務調査に選ばれる確率は1%未満もしも追徴課税を受けた場合は報酬全額返金保証をいたしますまたお受けしたご依頼は社内の厳しい試験に合格した税理士が最初から最後まで一貫して対応難しい内容もしっかりとご理解いただけるよう分かりやすくご説明いたしますテレビ会議ななどででののご相談も可能なので どこにお住まいでもご利用いただけます。財産以上に大切なものが残るように、わかりやすい説明で分けやすい相続を。一番の税金対策は円満です。円満相続税理士法人